トンタン、ツルトンタンに出ます。メニュー見ていきましょう、見ていきましょう。明太には、見て見て、うわー、明太子クリームのおうどん、おうどんって呼ぶんだ、ここでは。おうどんですって、おうどんって呼ぶんだ。3人で来てます。いや、やっぱね、これ見たらやっぱおうどんだよね。何これ、エビフライ、エビフライ、下下下下下、牛すじ、しゃぶ肉、こんなのどんどん乗せていいんだ。うわー、うまそう。メニュー表、けどもふわはるい自己紹介すぎて今日は飽きちゃったの自分。します。いや、行くでしょ、それは。じゃあ3位行きます。はい、じゃあ2人で頭で食べていきます。カレーうどんは美味しそうだけど、シャツにね、ピッてね、そう、飛び散るから、はい、今回はやめとこ。いいですね。明太クリームとかありますか。巻き寿司もあるんだ。エビか、これサーモン。あー、デザートも。ポンザンマイ。これにしてみよう。これ何食えるの。で、サンタマイ。あの、三玉、全部三玉で、三玉いけんの、一玉、一玉でいいよ、これだけ一玉。かしこまりました。はい、取っといてもらって大丈夫です。うわすごい。そうだよ、みんなでツルトンだ。ツルトン三昧っていうきつね、天ぷら、わかめ、卵、牛肉とか全部いっぱいね、入ってる。食べよう。分かる。もうなんかね、ダメだもん。すごくその気持ち分かる。見てこの器、なんか何なんだろうな。でかい。性欲でしょ、もしない。いただいてみたいと思います。そうします。いただきます。バラキマジお願いします。これ見て、優しい。なんか見た、はい。食べてきてえな。以上でよろしいですか。はい、かしこまりました。オレンジジュース揚げが、油揚げ、これすごいね。油揚げすごい、はい、ね、うん、買うぐらいある。うん、はい、ジュース、あ、カレー、カレー、あんかけ、どうも麺が太い、うん、それ2玉ぐらいいってますね。うん、なんで味知りたくない。カリーさん食べれるんですか。はい、食べて。スープ、スープ、はい、スープだけど、スープは好きだと思うんですよ。ちょっと麺がプリプリしてる、おいしい。でかさがやっぱ、うん、ピルルの顔だとでかさわかる。うどんのつゆはすごくね、出汁がね、効いてる。嬉しくねえぞ、この野郎。いや、小顔と思ったよ。いや、それはわかっ、そうやって言ってくれたのはわかってますけど。なんか、甘い。ありがとうございます。甘めのお出汁。動きと言うじゃん。すごいです。すごいです。いっぱいこれ見つかけようぜ。いいね。ぐっと絡めて。はじかれるわ。どんなの、私のはじかれるわ。ちょっとガキンさんっぽくなかった。はじかれるわ。ぽぽぽくないですか。なんだかは言えもん。あ、汁がメガネのレンズに飛び散った。あ、レンズなかった。最近したやっぱり素晴らしいわ。天ぷらもあった。あ、でもすごい、なんか傷つ、本当にガチで傷つそうだから。天ぷらもこの中にね、うどんの中に豆乳は美味しそう。天ぷらとうどんの一緒食い、いただきます。エビの天ぷら、ちょうどおつゆが染みてね、いい感じ。すごい、なんかこれすごい美味しい。今日エロかったよね、なんかね、全然ね、太いとかなんか、なんかエロい日が多かった。いや違う、でかくて怖いから、うん、顎に対して、うん、あと、私は
カイジさんまた呼びたくなってくれたしますよ。頑張るから俺も今度から頑張るわ。もっと優しくできるように。悪かった悪かったよ。違うの、揚げ座布団と優しさを間違えてる時があるから。そんなこと言われちゃう。はい、終わり、もう終わり。へこむから終わり。へこんじゃうから。違う、違う、愛、愛ですから。牛肉と。こっちのチャンネルなんで。日本でもボツにしたことほとんどないよ。はい。ヒカキョンのが2、3本ボツになったことあるぐらいで。やだ。なんでマイク受け渡し悪い。めっちゃ映ってる。もうピンスポとか悪い。目に悪い。ピンスポは悪い。塩？はい。塩で。でも。あれ本当に？飲んでた。え？いやもういらねえよみたいな突っ込みされるのかなと思った。いや本当ですよ、これ嬉しい、うん、ありがたい。いやでもなんかハイジーさんは本当に緊張してたんですけど、うんね、優しいし、ハリーさんの対してのそのさ優しさとかをきっと私たちにも加えてくれるんだなっていう。まあそうね、ね、はい、マリさんに厳しくしてんじゃないのかな、俺。いやでもすごい甘やかしてるかな。甘やかしてるってことは、スタジオが甘いと思ってました。全然多いですよ。だから信じてみる。